はい、引き終わりました。蓋を閉めれば OK です。開けていただいて乗せて閉めると。ちょうどいい濃度で出ている。引いてボタンポチで1分ぐらいで出てきますけども、ちゃんと美味しく入るようになっているのはなかなか素晴らしいなと。皆さんこんにちは、ミフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。今回はクイジナートさんからコーヒーメーカーのレビュー依頼が来ましたので、詳しく見ていきたいと思います。それがこちら、ドリップワンミル付きコーヒーメーカーです。クイジナートさんというと、以前ミフコーヒーでもレビューしたこのファウンテンコーヒーメーカー、噴水型のコーヒーメーカーが記憶にありますけれども、このメーカーの新しいコーヒーメーカーということでレビュー依頼来ました。このファウンテンコーヒーメーカーは意外と味いいなって印象がありました。今回クイジナートさんからお声がけいただいたので、コーヒーメーカーをお借りすることができました。どういう製品に仕上がっているのか、またコーヒーの味わいとか使い勝手などを細かく見ていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、じゃあこちらがクイジナートドリップ1ミル付きコーヒーメーカーです。商品名の通りミルが付いたコーヒーメーカーですね。で、ワンドリップと書いてありますので、1杯ずつ抽出するコーヒーメーカーです。1杯ずつ抽出するコーヒーメーカーというと、例えばネスプレッソだったり、ネスプレッソのバーチオ、あとは全自動のデロンギのエスプレッソマシーン、まあ、あの辺がイメージ湧きますけれども、こちらはあくまでドリップコーヒーで1杯ずつ抽出するという感じです。しかもコーヒー豆が挽きたてのものが飲めるというのが特徴です。見た感じは結構かっこいいですね。高級感もあります。3ペンサイズはこんな感じですね。今年の10月1日販売予定となっています。撮影時点で楽天では 34,100円とかで、予約受付中みたいな感じで出ていますね。このコーヒーメーカーお借りするときに、担当の方からもいろいろお話聞きましたけれども、やはり意識するのはカプセル式のコーヒーメーカーだったりとか、1人とか2人でコーヒーをご家庭で楽しんでいる方というのがターゲットになるそうです。まずじゃあ全体を見ていきましょう。まず正面ですね。ここにコーヒー豆を入れます。マックスまで入れるとだいたい 100g ぐらい入るそうですね。で、下の部分がミルになっています。ミルの刃の部分は取り外し可能で、取り外すとこのような感じです。ご覧の通りコニカル式のステンレス刃を持っています。電動のコーヒーミルとしてはもう一番いい刃がついているなという印象ですね。で、こちらで抽出するんですけれども、まず後ろの部分見ましょうか。はい、すでに水が入っていますが、取り外し式のタンクがあります。ちょっと見づらいですが、表示としてもマックスフィル、ハーフフィル、ミニマムフィルとミニフィルと入ってますね。ここの幅で水を入れといてくださいという感じです。側面、こちら側は特にないですね。で、こちらの側面にはここを押すと、この中に抽出ユニットが入っていて、こちらにコーヒーの粉を入れて抽出していくという感じです。この抽出ユニットは2つのパーツに分かれていて、外側のパーツと、あとは中がメッシュの部分ですね。以前レビューしたクイジナートのこのファウンテンコーヒーメーカー、これもメッシュ式だったんですけれども、このクイジナートのメッシュ結構性能いいんですね。ザラつきもない感じでうまく抽出されますので、結構個人的には好印象なメッシュフィルターです。そして正面という感じです。上部を見てみたいと思います。まずこちらにあるのは電源ボタン、あとは豆を引くモードですね。で、あとは抽出のモードが3つに分かれているという感じです。アイスコーヒーモード、これは抽出量を少なめにして濃く入れる。で、一番スタンダードな濃さ、そして量をたっぷり入れる濃さという感じです。電源入れてみましょう。そうすると光ります。ミルボタンはポンと押すと 9g で、長押しすると 11g 程度引くという感じです。ミルの粗さは変えることはできません。
その代わり今回このコーヒーメーカーかなりいろんな抽出方法で試してやったんですけれども、この抽出ユニットに本当に最適化された粗さで出てくるので、これはこれでありだと思います。粗さの調節効かないですけれども、むしろそっちの方が良くて安定した抽出ができるので、個人的には好印象でした。コーヒーの抽出というのはコーヒーの粗さ、そしてあとは使うメッシュと、あとはお湯のかけ方によって変わってきますので、ある意味コーヒーメーカーで粗さを均一にしかも固定で引くというのはかなり重要だと思います。そういう意味で割り切った設計ですけれども、むしろそっちの方がいい方に働いているような例だと思います。でこちらが抽出ユニットなんですけれども、抽出ユニットこちらを開けるとこのように蓋が開きます。開いた抽出ユニットのところにこの先ほどのカプセルをはめて入れるという感じです。まあ、具体的な動きとしては後ほどやりますけれども、このミルの下のところに設置して粉を引いたものを入れて、蓋を閉めて中に入れて電源入れるという感じです。もう手順は非常にシンプルですね。下から見るとこんな感じです。カプセルのこの下の部分が最終的な抽出口になっていますので、最終的に洗う部分って実はすごく少なくて、このカプセルの部分と、まあ、受けの部分ですね、汚れたら外す、あとは水のタンクを空にして乾かす、まあ、この3つだけなので非常に手入れは簡単です。これも抽出した後お見せしようと思います。それでは早速抽出していきたいと思います。まず水のタンクに水を入れますね。まあ、これはそんなに難しくはありません。ではコーヒー豆を入れていきます。蓋を開けて、今回はニフコーヒーの深入りを入れていきます。エチオピアのグジウラがですね、非常に香りが華やかな深入りのコーヒーです。はい、切れました。この手のコーヒーマシンは使う分を入れるわけではなくて、もう常にこの豆を入れとくという感じですね。そうしましたら、この横に入っているカプセルを取り出して使います。カプセルはオープンのところを押すとこのような感じで開きます。開けたらセットしますね。で上のところのこの豆マークですね、これをちょんと押すと 9g、 長く押すと 11g 引けますので、今回は 11g 引いていきたいと思います。じゃあ長押しします。はい、引き終わりました。粉も、まあ、ほんのちょっと飛び散ってますけれども、全く問題ないですね。もう少し入れてあげて、蓋を閉めれば OK です。まあ、この周りもそんなに汚れるような感じはないですね。そうしましたら、この抽出ユニットのところを開けていただいて、乗せて閉めると。あとはカップを置いてボタンを押すだけです。抽出は3モードあります。アイスコーヒーやカフェオレ用の 90ml 抽出するもの。あとは S サイズと呼ばれるもので 140ml 抽出するもの、そして M サイズという 180ml 抽出するものですね。今回は多めの 11g 引きましたので、この M サイズを入れていきたいと思います。カップをセットして押すと始まります。
はい、これで抽出完了です。フィルターがメッシュなのでコーヒーの持っている油分も液体に移ります。ペーパーフィルターで抽出したのとはまた違った質感になりますけれども、これはこれで美味しいですね。むしろこっちのコーヒーの方が好きな方もいると思います。では出来たていただきます。うん、味は結構しっかり出てます。できつさも全くなくてちょうどいい濃度で出ているっていう感じですね。それが個人的にこのコーヒーメーカーのやっぱすごいなと思うところで、このコーヒーメーカーの抽出って、まあ、大体1分ちょっとで終わってしまうんですけれども、その1分ちょっとで終わった時に味がしっかり出るようにいい感じの細かさでこのミルが引いてくれます。このコーヒーメーカーのやっぱり強みというのが、この設定された抽出に最適になるような粗さで引くミルがくっついているというところなんですね。これはもう使う人、消費者が粗さが変えられないっていうのは、むしろこの機種においては本当にベストだと思います。使う豆の量が 9g と 11g で使い分けができます。 90ml、140ml、180ml と3段階あるので、その組み合わせで好みの濃さっていうのはおそらく出せますね。今回は粉 11g で 180ml の抽出でやりました。これで味わい本当にちょうどいいと思います。もうちょっと入りが浅いタイプだったら 9g で 180ml 抽出してもいいかもしれないですし、この辺はやはり豆に合わせた、で自分の好みに合わせた濃度感で出していただければいいのかなというところですね。おそらく抽出の映像をご覧いただいた方も思ったと思うんですけれども、少し抽出の時に飛び散っちゃうんですね。それは、まあ、このコーヒーメーカーの、まあ、弱点だなと思います。今回このマグカップを使用しました。背の高いマグカップだったら、まあ、そのまんまいけると思いますし、個人的に購入して毎日使うんでしたら、こう何かしら高さのあるものを下に挟んであげて、この抽出するところと近づけてあげれば飛び散りはかなり抑えられるかなと思いますので、お使いのコーヒーカップに合わせてちょっと下駄を履かせてあげる必要があるのかなと思います。ここは何か対処できてればいいなと思う部分ですけれども、まあ、毎日使う人だったらこのような工夫で解決するのかなと思います。まあ、逆にこういう背の低いカップをこうやって置いてしまうとめちゃくちゃ飛び散るので、これは合わないのであまりおすすめはしません。引いてボタンポチで1分ぐらいで出てきますけども、ちゃんと美味しく入るようになっているのはなかなか素晴らしいなと思います。こっちの豆の容量が 100g っていうのもなんか絶妙だなと思うんですよね。 200g とかだとどうしてもこの常温に出しっぱなしの豆ってかなり多くなっちゃうので、まあ、飲むペースにもよりますけれども最後の方劣化が進んじゃう可能性もあると思いますが、 100g まず入れて、継ぎ足す用の豆は冷蔵庫とか冷凍庫で保管しといて、継ぎ足したやつは上に乗っかる、それは低温で保存されているので鮮度があまり落ちない状態でいけるということで、まあ、常温で出しっぱなしにするんだったらやはり 100g ぐらい、7杯8杯9杯ぐらい分が入るっていうのはいい設計だと思います。それではこのままメンテナンスをしていこうと思います。まず使い終わったらユニットのところを開けましょう。そうするとこの辺少し蒸気で濡れていますけれども、開けとくだけでこの辺は乾くと思います。毎回飲むときに洗浄しなきゃいけないのはこのフィルターカップですね。で、1日の終わりに洗いたいなと思うのはこの受けの部分と後ろの水のタンクですね。この受けと水のタンクはさっと洗って乾かすだけでいいので、このカプセルの洗浄だけお見せしたいと思います。それではこのカプセル部分の洗浄をしていきたいと思います。まず開けてもらうとこのような感じでコーヒーの粉があります。外していただいて、まあ、下に向けて叩いていただくだけである程度は落ちますね。このような感じで、けど当然これだけでは綺麗になりきらないので、あとはすすいで落とすと。はい、さっとすすぐだけで綺麗になりますので、普段の手入れだったらこれだけで全然問題ないと思います。気になる方は匂いのつかない中性洗剤で洗っていただくといいと思います。こちらも下の部分はそんなに汚れてないので、この粉周りを少し流してあげて、OK ですね。洗浄は本当にこれだけで OK ですね。あとはこれは燃えるゴミに捨てると。
まあ慣れてきたゴミ箱の上でやってしまうのかもしれないですけれども、本当にそれほど手間はかからないなという印象ですね。はい、ではここまでで抽出から簡単な洗浄まで一通りご覧いただきました。このドリップシステム、60秒で抽出が終わってしまうんですけれども、ちゃんと味が出る、その仕組みがよくできているなと思います。まず最初に蒸気で蒸らしをやる、でその後一気に抽出すると、その抽出時間は短めに設定しているので細かく引くという感じです。まあ、ここで引く粉の粗さ少しお見せしましょう。はい、今ちょっとだけ引きましたけれども、粉の粗さはこのような感じです。ニフコーヒーのペーパードリップでおすすめしている粗さよりもかなり細かいですね。細引きと呼んでいいぐらい細かいです。普通にこの粗さでペーパードリップでやっちゃうと全然落ちていかなくて目詰まりしまくるんですけれども、これがメッシュフィルターとの相性も良く、この抽出ユニットのカプセル自体がメッシュなんですが、全体がメッシュになっているので、それでこの粗さでちょうどいいという設計になっています。この辺は本当に素晴らしいなと思いますね。しかもちゃんとミルがコニカル式のステンレスの刃を使っているので均一性も高くて、微粉もそんなに多くないので、本当このユニット全体で完成されている、よく考えられているなというコーヒーメーカーです。なんか3杯とか4杯とかたくさん飲む人には全く向かないんですけれども、そうではなくて1人とか2人、まあ、ご夫婦で飲んだり、まあ、個人で楽しむという方にはすごくいいなと思います。洗浄するのもカプセルだけ、まあ、使っていて感じたのはこのカプセルですね。これ付属ではおそらく1つなんですけれども、これがもう1つあるとめちゃくちゃ使いやすいと思います。この抽出に関しては結構連続効くんですね。なのでこれ引いて落とします。落としてる間にもう一個のカプセルでここに引いて、引いたものでこれを準備しておくと、終わった後にまたはめてボタンを押すだけで抽出できるよと。さらにまた連続したいときはその間に使い終わったやつを洗っておけばいいですし、全く単身だったら1個でいいんですけれども、2人とか2杯分入れたりとか、お客さん来るようにって考えたら、これもう1個追加で購入することできますので、このカプセル2つあるといいのかなと思います。まあ、収納するときはここに1つ置いといて、もう1つはこの脇に収納することができるので、2個入れとくことができるっていう仕組みにもなっています。まあ、こちらを購入した際はぜひ追加でこのカプセルもう1個手に入れると、より使いやすさが増すのかなという印象ですね。はい、では今回はクイジナートのドリップ1ミル付きコーヒーメーカーをレビューしてきました。でこの機種は全自動ではなくて、ミルと抽出ユニットちょっと別々にはなっていますけれども、まあ、引いてすぐにカプセルをはめるだけなので、そんなに手間はないかなと思います。むしろ別々にすることによってサイズもコンパクトになって使いやすくなっている部分も多いので、まあ、これはこれでありかなと思います。まあ、全自動のコーヒーメーカーを考えている方、またあとはネスプレッソとかネスプレッソバーチョーみたいな、ああいうカプセル式のコーヒーメーカーを使っている人が、ちゃんと美味しいコーヒー豆を使ったコーヒーで飲んでみたいけど手軽さはあまり変えたくないという方には、まさにうってつけのコーヒーメーカーだと思います。美味しいコーヒーを入れるための条件で一番大事なのは、美味しいコーヒー豆を使うということがまず根底にありますので、美味しいコーヒー豆どこがいいのかなと思いましたら、ぜひニフコーヒーのコーヒー豆一度手に取っていただくといいかなと思います。商品の詳しい URL は概要欄に入れておきますので、ぜひそちらから詳しく見てみてください。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフコーヒーを応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録や何か動画へのリクエストや注文などありましたら、コメント欄いただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。